皆さんこんにちは、脳梗塞リハビリセンターの福田です。本日は壁を使ったバランス練習1をご紹介いたします。この運動は歩いている時に前や後ろにバランスを崩しやすい方、もしくは歩く速度を速くしたい方におすすめの運動です。早速やっていきましょう。壁を利用するんですけれども、壁に向かって体を正面を向けます。それで立ち幅ですけれども、壁からまあそうですね、初めは自分の体の厚みよりちょっと大きいぐらいの位置ですかね。そのぐらいに立っていただいて、まずしっかりまっすぐできるだけ立ちましょう。で、得意な方の手を壁にいつでもつけられるように掲げておきます。この状態で体をしっかりとまっすぐに保ったまま、できるだけゆっくりと壁につきに行きます。で、壁につきましたら戻っていきましょう。これが簡単な場合はより体を離していきます。ちょっとだいぶ離していきますと、これでできるだけまっすぐまっすぐまっすぐ、頭から足首までが一本の棒が入るイメージですね。その状態でまっすぐ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 、耐えきれなくなったらこの手でしっかり支えて、最後この姿勢になってください。この時もできるだけ足から頭までまっすぐです。よくあるのはこういう状態ですけれども、こうならないようにまっすぐを常に意識して、このまっすぐの棒が傾いていくイメージで行ってください。これを行うとですね、前にバランスを崩しそうになった時の上半身とか足、全身のバランス能力が身についてきます。バランスが良くなるだけではなくて、前に体重を移してもバランスを保てていると、早く大きく足を出しやすくなってきますので、歩きが速くなることにもつながってきます。この運動の注意点としては、体がですね、こうまっすぐじゃなくなってしまうこととか、ちょっと怖いと思いますので、初めはしっかり手をつけて、いつでも力入れて支えれる状態で行っていただくことですね。近いところから始めて簡単だなと思ったら、少しずつ距離をとって行ってみてください。で、できるだけついた時にですね、音が鳴らないようにですね、ドタッといかないようにやっていただければと思います。本日は壁を使ったバランス練習1として、壁に体を向けて倒す運動を紹介しました。ぜひお試しください。また何かご不明な点とかありましたら、下のコメント欄にお書きいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。